残留へ。今回はリバプールに残留する可能性が高くなった。遠藤航に対する反応を見ていきます。遠藤を高く評価していたクロップ監督から、若手を重視するスロット監督に交代することで、今夏放出の噂があった遠藤航ですが、スロット監督は契約が残り3年ある遠藤を残留させる方針のようです。彼がこのまま留まることを期待している。彼を手放すことはできない。彼のスタミナはプレッシングを得意とし、疲労と負傷に見舞われやすいチームには必要不可欠だ。スタッツが物語っている航がいた方がいいプレーができる。トッププレイヤーではないが、良いバックアッパーだ。遠藤は豊富な経験を持つだけに、チームにとって素晴らしいオプションだ。完璧なバックアップだが別の選手も必要だ。遠藤をバックアッパーにして、しっかりとした選手を取ること重要だ。残留の可能性は高くなりましたが疲労などが重なりシーズン終盤に、パフォーマンスが低下したことから別の選手を移籍市場で獲得するようです。ポルトの守備的 MF バレラが候補として上がっています。プレシーズン前に適切な休養を取り、プレシーズンに参加できるかが鍵になるだろう。選手層を厚くする素晴らしい選手。ベンチ入りは OK しかし来季は先発で試合に出ることはできないだろう。彼は自分のポジションを獲得しているし、若い MF や選手全般に大きな影響を与えるだろう。素晴らしいシーズンを送った私にとってはお買い得な選手の一人だった。最初のシーズンにしてはよくやった。素晴らしいシーズンを送った彼の仕事に対する姿勢は絶妙だ。今シーズンの彼は信じられないほど素晴らしかった。遠藤がいないと厳しいんだけどスタメンで出てるのも厳しいのよね。遠藤スタメンじゃ CL 戦えないよ。まあ誰か取るでしょ。遠藤をローテーション要員にする選手が求められてるのであって遠藤に出て行ってもらうというのは違うんだよな。他のチームで良いアンカーがリバポで良いか疑問なんやが遠藤は保険で残してほしいな。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。